わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。お願いします。イエ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 イ。今回も提供案件をいただきました。はい、どちら様でしょうか。今回ですね、 NHN さんから本日リリースされます、うん、ウパルオデッセイを紹介していきたいと思います。はい、こちらウパルオデッセイ、うん、本日リリースの新作アプリでございますね。で、2015年に今年出てんだよね。そうなんです、ウパルランドっていうゲームが出てて、うん、その新作なんですね、うん、2015年ってことは結構経ちましたね。10年近いんだ。9年経っての新作ですから、まあ、相当作り込んでいたということでしょうな。その作り込みっぷりをちょっとそこから作ってたわけじゃない。じゃあ1は何だったんだよ。いや、無駄にハードル上げとこうかな。ああ、そう。10年越しのみたいな。そう、10年越しの新作ですからね。勝手に言ってるんですけど。ではまず簡単にタイトルの紹介をしておきましょう。はい、ウパルオデッセイとは全世界累計ダウンロード1100万を突破した前作ウパルランドに続くシリーズ最新作でございます。うん、前作で人気だったコレクション要素はそのままにバトルコンテンツが追加されパワーアップした育成 RPG です、うん、あ、前回はバトルはなかったんですね。バトルないんだ、うん、続いてウパルオデッセイ4つの魅力です、まずはこちら。ウパルクロスでモンスターを生成、ウパル同士を掛け合わせることで新しいウパルを生成することが可能です、うん、続いて登場するウパルはなんと500種類以上、さまざまな見た目のウパルが登場するため必ず推しが見つかりますと、レベルが上がるとキャラクターの見た目も進化します、うん、そして属性選びが重要、うん、白熱のコマンドバトル、有利な属性を見極めて戦略的にバトルに挑もう、うん、最後に自分だけの村でウパルを育てる箱庭要素、うん、自分好みの村を作りウパルたちとの交流を楽しめますとのことですね、うん、なるほど。まあ、育成バトル、そしてまあ村作り、うん、まあ、様々な、ね、要素が入っておりますけれど、まあ、主にメインになるのは、うん、そのやっぱりウパルのコレクションですかね、ウパルを作るっていうところっぽいね、うん、500種ですもん ね、ということで簡単な紹介でしたが、早速ゲームを遊んでいきながら俺らの推しを探してみましょう。はい、やってみましょう。はい、今回開発中のデータをご用意いただきました。今回はね、2人とも端末があるんで2人ともプレイしていきたいと思います。はい、さあまずはですね、最初にウパルクロスから体験してみたいと思うんですけれども、うん、どうしようかな、作ってみる、うん、お互いなんか好きに作ってみます、まあ、そう、まあ、この左側と右側で、うん、まあ、掛け合わせるらしいんだけど、うん、何を組み合わせようかな、かわいいのとかわいいのにしてみる、かわいいのとかわいいの、いや、直さんかわいいのとかわいいので組んでみてください。俺はかわいくないのとかわいくないので組んでみてください。ちょっとこれ、ちょっと待って、うん、巻物がいるぞ。え、マキロン見て、マキロン、お、手巻き寿司、手巻き寿司じゃん。ウパルってこういうのもいるんだ。手巻き寿司がいるわ。手巻き寿司、え、これ卵の卵のお寿司やん。あれ、卵、あ、これなんか食い物系、動物系だけど食い物系。エビがいる、エビ。え、寿司多くない？寿司多すぎない？ちょっとやっぱり多分寿司屋で考えたんでしょ。待ってください。え、500種類のうち寿司ネタが何種類だった？寿司ネタ何種類？20ぐらいいるかな。そんなに寿司ネタで埋めてたらすごいっすよ。だからやっぱウニが出たらもうウニだって。俺は、いや、もう俺はもう可愛いのと可愛いのでいくから。ああ、可愛いのと可愛いの、 ローサかける、うん、これだとただの猫の子、猫の後輩にならないから。そうですね、これはなんか可愛い猫が生まれそうですけれども、これ猫以外逆に生まれる、この組み合わせで。お、猫と猫だと始まったぞ。なんかどうなる、で、すぐに完成させますよ。この世界の後輩はお互いがなんか壇上で踊るんですね。どうなる、どうなる、犬になる、犬。猫猫で犬。読めなかったな、これは。新しい、驚いたぜこいつは。ウパルの世界とんでもねえぞ、うん、ワウが生まれました。さすが10年越しの新作っすね。10年越しの新作。10年経ちはもう猫同士から犬が生まれる。これほら、もうこの左の髄良くない？やばいな。ローサとミオの夫婦からワウが生まれたから。すげえ複雑な家庭じゃないですか。めちゃめちゃ複雑な。
めちゃめちゃ複雑な家庭になってるじゃないですか、まあ、そうね、多分あのお母さん浮気してるけど違うから多分愛してるんですよ、実の子じゃないけど愛してるって、まあ、なんかディズニーアニメになりますよこれちゃんと多分ちょっとドラマが深くなっちゃったな。うん、中村さん可愛いの可愛いの同士で言ったから、はい、俺なんか癒やしいやつ同士で組みますね。ちょっと癒やしい感じのやつ同士で。癒やしい、癒やしじゃないよね。癒やしい。癒やしい感じのやつ探しておきます。癒やしい感じのやつは、あ、このモグルってやつでしたね。なんか癒やしい感じすごく。うん。癒やしい顔してる。癒やしい感じがする。今上の方にちょっと癒やしそうなやついたぞ。癒やしそうにいました。癒やしそう。いたいたいた。あ、ボーボー。いや、ボーボーじゃなくてね、うんうん、もうちょい上、もうちょい上。フローもだいぶ癒しですけど。もうそれも来てんだけど。うんうん、バービー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 。ちょっと、また同種っぽいじゃないですか、すごく。そうか。げっ歯類でしょ、両方これ。そうか。じゃあ、やってみますよ。うん、はい。これ見てくださいよ、この組み合わせ。あ、さて、これはどうなるか。猫。何が来るかな、何が来るかな。これ召喚管理王子。うわあ、ネズミ。まあでもなんか普通にネズミ。そんなに外れてない気が。あ、てか、いや、これアリクイか。アリクイっぽいな。なんか生息地に配置することでポイントゲットと。おお。アリクイっぽいよね。アリクイっぽいね。アリクイっぽい。これほら、この親にしてこの子あり。まあまあ。うん、これはなんか。うちよりは。そうですね。そっちよりは家庭環境はまあ分かるというか、見える感じがするね、うん、普通に見えてくる感じはしますね。一体一体にちゃんとさ、うん、フレーバーテキストが用意されてて、あ、本当？トラブルメーカーらしいよ、ワンは。なんかちょっとストーリー性出てきちゃいましたね、うん、村がめちゃくちゃになってしまいそうなぐらいのトラブルメーカーらしい。あ、ウパルたちが眉を潜めてもワウは気にも留めません。多分ワウのせいで村滅んでて、でそれであの猫2匹が引き取ってくれたんでしょうね。ワウなんでや、ワウイニゴみたいなやめてくれよ。深いトラウマをワウは抱えていて、アリが大好きなエンティ、やっぱアリクイ、アリクイだね。エンティが地面に伏せてそろそろ歩いている光景を見ても驚かないでください。巣を探すために静かにアリを追いかけているんです。時々焦ってアリの巣穴に口を入れては挟まることもあるけれども、そんな時はゆっくりと巣穴が崩れないように気をつけながら抜くので安心してください。あんま面白くないなこれ。ドラマがそんなに、そのワウの方がドラマ性あって、うん、まあそもそも、うん、猫と猫から生まれてるからね。その段階でなんかすごいドラマがあると思うよ。これすごいな、ウパルオデッセイ神ゲーかもしれない。え、もう一体ぐらい作ってもいいのかな。もう一体ぐらい作ってもう一体ぐらいなんかやってみる、うん、まあ言うてもね、手持ちにまだそんなにめちゃくちゃいるわけじゃないから ね、うん、次どうしよっかな。じゃあ俺はフログ、まずこの何を考えてるかもう目を見てわからない。確かに、あのずっと目を合わせてると不安になりそうだ、うん、怖くなりそうだ。虚無を映す鏡みたいな、うん、このフログと、このフログの虚無の心を溶かしてくれそうなやつを。このカカどうですか。あ、これ名古屋さん友達じゃないですか、このカカ。あ、会いに行ったやつ、クワッカワラビでしょこれ。あー、クワッカだね、うん、確かに、うん、クワッカにしようか。クワッカにしよう。最高の笑顔を持つ動物と何を考えてるかわからないフログで。この組み合わせちょっと燃えません。うん、押せるでこれ。このカップリングは、ほら見てください、もうフログがぶっ倒れてますよ。来い来い来い。なんだ、うわー、フグにやった。フグだ。ま、全く読めないっす。カエルとクワッカワラビからフグが生まれました。うん、確かに。ほら、お、親、今、あ、これ、あれか。考察？お父さんの方に引き取られましたね。ほら、お父さんこっちにいるけれども、お母さんいないっすもん、こっち、水辺には。あ、うん、考察していくんだ。考察、考察。はがどるな。海の中で迷子になり、丘に出てきてウパルになってしまった悲しい過去を持つウパル。そうなんだ。見知らぬ人を見ると両方のほっぺをパンパンにして息を吹きかけて威嚇する癖があります。悲しい過去を持ってますね。愛を知らずに育ったからこんな感じなんですよ多分。ちょっと俺の方行くね。ブブ、うん、俺も肩を決めたから、うん、ムム。お、なんですかこれ。カブトムシじゃない。ムムと、うん、全然違う感じ。まあ、カジタっているんですけど、あ、さっき作ったね。カジタと掛け合わせか。俺カブトムシと掛け合わせ。人生で初めてですよね、カブトムシと後輩させられる。俺とカブトムシの間にどんな子が生まれるのか気になってしょうがない。なにこれ、何この卵、ポップコーンみたいな卵。なんか変な卵できてる。え、俺の子チャピー。チャピー、何それチャピー。なんか料理上手そうだけど。
可愛いのが生まれた。可愛いじゃない。まあ俺の子にふさわしい可愛さですね。パーティーを計画しているのは一級シェフのチャピを呼びましょう。お、知らない人はいないほど有名なシェフだった祖母から秘密のレシピを受け継いだそう。お、前菜からデザートまでフルコースで山と海の幸を堪能させてくれます。お、美味しすぎてお皿まで食べてしまわないように気をつけてということですね。あー、なんかね、メルヘンな感じですね。え、何、誰から受け継いだって料理の才能。おばあちゃん。おばあちゃん、俺の母か、あのカブトムシの母だ。まあそうね、カブトムシから。俺の母ちゃんシェフじゃないから、多分カブトムシの母ちゃんの。カブトムシの母ちゃんのシェフ。そう、でもこうなってもこの世界で言うと、うん、あのカブトムシの親御さんも何かはもうわからない。カブトムシとは限らない。カブトムシは限らないですよ、ね、この世界だとわからないよ。なんか普通にライオンとか出てくるかもしれないから。そうですよね、うん、なんかシェフ系の生き物だったのかもしれない。わかんないです。これ餌ちなみにあげることで育つんですよね、プパルって。今このププに俺は餌をやってるんですけれども、なんかどんどん飯を食わせるとどんどんでかくなって、ほら成長するんだよね、うん、あのね、あ、ちょっと大きくなった。なんかちょっと大きくなって頭の草が2つに増えました。次の段階にして、なんか頭の草からなんか生えましたね。二つになったね。え、なにこれ、なに生えてんのこれ。あとこいつの声これでいいの。ちょっとずつ、なんかちょっとずつ膨らんできてるね。だいぶでかくなってきました。え、なこの頭に生えてるの何なんですかねこれ。何それ。俺には乳首に言わずに置くことはできませんでした。おば、ね、うん、そうね、うん、昔志村さんがつけてたおばあちゃんの。そう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 。これこれこれですよね。うん。うん。ワウワウちょっと。うん。ワウでかくなってきた。お、犬だ。全然別物だった。しかもこれあれじゃん、ピットブルじゃない。凶暴なやつやん。うわうわ、羽生えた。おお。何この豆柴かと思ったら普通に柴になったぐらいの悲しい形は。普通にでかい。これが最終進化。これ最終。なんかねえ、親よりも明らかに戦闘力がある。こっちも見とくか。かわいい。じゃあじゃあ育つと俺みたいにタフになるか。あ、え、あ、頭身が変わった。あれ、なんか猫じゃない。ん、これネズミ。あ、変わったネズミですよ。いや、フェレット。フェレット、フェレットじゃない。だってネズミって尻尾に毛生えないよね。ああ、この後で筋肉もりもりになる可能性が。今俺の血を感じないので、最終進化声これだね。あのカブトムシ他の男と寝やがった。何、俺のイズムがないってこと。あんまり突っ込むとね、深い家庭の闇が見えてくるんで、この辺でね、ちょっと、うん、次男にしときましょう。ウパルクロスを軽減したところ、はい、次はバトルの体験ですね。いいのかな、これ。生み出した糸死後をバトルに送り出す。あ、じゃあやってみようか。はい。さあ、ここからはバトル体験なんですけども、うん、今回、ワシャガナスペシャルという特別編成を組んでもらいました。はい。うん、で、ライバルウパル。チャウパ、ユニ、バービー、こいつは戦うらしいんですけれども、うん、長野さんの構成はこのミオ、ニャオ、ミコという猫固めという、うん、猫デッキですね、うん、で属性がこのゲームには見ての通りあって、うん、何が何に強いかバトル中に直感的に分かる仕様になってるんで、うん、ちょっと挑戦してみましょうか、うん、そうだね、うん、やりながらまあ見ていけば、うわ、チャウパってこんな体だったんだ、予想してなかった。チャウパ、チャウパ絶対グーで殴ってくる。ね、拳をもうギチギチに握りしめてますよ、チャウパ。これからお前をぶん殴るって強い意志に満ちてますよ、こいつ。チャウパどうなの、名前的にモデルはチャウチャウなんだよね。チャウチャウでしょ、怖すぎません。チャウチャウこういう状態なの。うん、みちみちみち。うわ、拳の大きい人だね。チャウパはこれ雷属性なのか、服からすると何なんだろうな。あれで違ったらな、電気のマークまでつけてくれてね。でも今ミオの画面見ると、この風切りっていう技、まず風が効く、風属性が効くってことになってるんですよ、ね、これ打ってみましょう。めっちゃ強い、めっちゃ痛い。おー、でも相手のも強いよ。あ、ジャバーとか、これ三属性持ちなんだ多分。これ画面にクリティカルの残ってるの、これ違いますよね。チャウパさん、これこのまま使っちゃダメですか。みんな気にしてないんじゃないですか、別にクリティカル残ってる。
そういうゲームかなと思うの。まあとりあえずじゃあ風切り行きますよ。試してみましょう。行きますよ。はい、これは。これは100%出るかもしれない。皆さん、開発中のゲームでございます。そうだね。多分ね、チャウパーにはクリティカルが残りやすいんじゃないかな。うん。さっさとこいつを。ほら、消えた。さっさとこいつを。消えた、消えた。ログアウトさせる。あ、こう勝ち抜き系なのか。うん。だいぶミオやばくなってきましたね。で、しかも、効くのがないよ。これで入れ替えを。お、炎のウィップでしたよ。ほんとだ。うん。じゃあ、ミコか。いきますよ、炎のウィップ。おお、なかなかの威力。敵でもしっかり食らうね。でも言う半分持ってかれますね。うん、ないお、これ属性合ってないとお話になんないんじゃないですか、この戦力差が。あ、バービーってあれガジャ君が言った、俺がさっき親に選んだやつですよ。月種類同士でなんだっけ、どういう評価だっけ。いやしい顔してますよ。いやしい顔ね。いやしい、いやしいもの同士を組み合わせたんで。ほらこの顔見てください。ほら強い、ミコ倒しちゃった。なんか発動する時のアップいいですね。ああ。でこれで。これでも勝ったと。まあ相性だね。見事。相性大事っぽいね。属性組み合わせないと本当ダメですね。多分、うん、一撃でやられる可能性すらありますね。続いてね、俺のバトルも行ってみたいと思います、うん、あ、こっちだ。はい、というわけで続きまして俺の挑戦なんですけれども、ふざけてんだろ。至極真面目です。寿司固めです。あのさ、俺ちょっとマキルンの動き予想外なんだけど、はい、可愛くない？可愛いですね。あの上のイクラが落ちるんだよね。イクラポローってしちゃって、でそう爪楊枝で回収する、自分で回収するっていうね。あいつしかも巻物で立てない、事実不能だからさ、スタンドに乗ってんだよ。こいつ台座がないと生きていけないですね。かわいい、ちょっとかわいそうです。エビヌンとかタマミンもよく見るとこれ動物と寿司のキメラなんですね。そう、ウサギとタマゴで、ね、でエビとこれなんだ、うん、ロップギアか、両方ウサギかこれ多分。でライバルウパルがシューゼル、ボンボン、ヘロンですね。エビヌンがさ動くとさ、ちょっと頭めくれるんだけどさ、うん、わさびっぽいのが見えるんだよ。確かに、あ、ほんとだ、わかんないの答えが。これサビありだよな多分。うん、わさびかな、わさびだよな。ちょっと戦ってみましょう。はい、はい、まずはタマミンから磁気場が来ますね。こいつ卵のくせに磁気使うの。すごい、おお、クラゲと卵の大勝負。よし、勝った。で続きはボンボン。やば、やば。あ、でも弱点つけるよ。そうですね。氷の息吹と吹雪は効きますけれども。もうどうせやられるんなら。うん。でも他のやつもちょっと見てみたいですね。組み合わせ的に。あ、うん、なるほど。エビヌンも弱点属性持ってる。マキルンがなんか上げ上げ状態だけど。本当だ。一点爆発？まあ使ってみよう。さあマーキルン行ってみよう。ドン、割とぶっ、ぶせえ、強くない？相手からのも強いね、効いてるね。まあ、まあ倒しちゃおう。この爆弾重い音しません？ドン、ドゥッて。あ、これで多分落ちたな、うん、こいつ。あー、マーキルン。じゃあ最後はここはエビヌン出しておこう。吹雪、あ、わさびだ、やっぱわさび、わさびだ、わさびみたいな髪の毛が入ってます。つら、よく見てください、これ。本当だ、うん、イエス、楽勝ですね。寿司ガチ構成でもいけるこのゲーム。ガチ寿司構成でもいけますね。いけるな、うん。さて、ゲームをプレイさせてもらいましたけれども、うん、ここでちょっとしたクイズ企画に挑戦してもらいましょう。ウパル鳴き声クイズ。ゲームをプレイした我々ならこれぐらい朝飯前だろうということで、うん、まあもうでもパターン分かったもんね。え、大体分かりましたよね。自分の名前を言ってるよね、大体みんな。ああ、そうそうだよね。え、言ってた。だってワウはワウって言ってた。
それは犬だから犬は大体ワウっていういやいや、うん、そうだって絶対本当、うん、はい、俺の子供もそうだった、うん、まあ、とりあえず挑戦してみましょう、はい、これからあるウパルの鳴き声が流れるんで鳴き声を聞いた後にどのウパルの鳴き声かを当てましょう、はい、ゲームでなっております。では早速やってみましょう。第1問お願いします。名前予想が予想外すぎる。もう一回聞かせて。ライ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 、ご機嫌なやつと合わせてことね。めちゃめちゃご機嫌ですけれども、どれもありえそうに見えてきますね。でもマンディはないかなって俺は。そうマンディはない。マンディはない。マンディはないだろ。ってことはマンディだ。ライ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 って言う。今俺はちょっとイラッとしたからその印象でちょっと丸2のボロンが怪しいなと思ってます。こいつがライ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 って言ってたら俺は多分イラッとすると思うんで、うん、ボロンさ、うん、10円ハゲある。なんちゅうとこ見てんすか。確かにあるな。確かにあるな。これ10円ハゲだな。これ俺もガキの頃ありましたよこれ。本当、ストレスで10円ハゲができた。ストレスだった、うん、ボロン。いやストレス感じたらあの歌歌わないでしょ。そうか、ちょっとボロンかわいそうになってきたな。なんかストレス抱えてんだろうな、ボロン。ご機嫌そうなのは誰だろう、うん、ヌニーかな。あー、言いそう。ライライライ。ヌニーご機嫌そうだもん。ライライライって雷ですか。ボロンじゃん。マジで。じゃあ、長谷川さんはヌニーで、俺はボロンってことですね。わかった、じゃあそれでいこう。行こう、うん。さあ、答えは？もうさあ、なんかこいつは言いそうだけど、一番順当に言いそうだからさ、こういうんじゃねえんだよな、こういうんじゃ。あのね、わかるわけがない。だってどう推測するんだよ、このプルーニーでしたっていうところにさ。わかんないよ、ライ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 がどういう種族の言葉なのかわかんないもんな。ね、もうすでに頭に残ってっけどさ。あの進化後のやつ。え、人間人間の映画ある？納得はいかんよ別に。ちょっと下手になってんじゃん。あのテンションが大人になったからちょっと落ち着いちゃったね。ちょっと恥が出始めて。恥が出、恥ずかしくなった。ライ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 、恥が出始めて。ああ、まあ分かりました。じゃあ第2問行こう。プシュ。ん？もう一回。プシュ。なんて言ってる？プシュ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 、プシュ、俺今第一印象でこの貝のシェローが怪しい。まあわかるよ、うん、だから違うんじゃない、うん、だからやっぱりさっきの例でいくとね、さっきの例でいくと違う。ナオさんどうだと思います。ナオさんさっきだってローサは親にしたでしょ。ローサのことは知ってるはずなんですよ。いやこの声じゃな、こんなんじゃなかった気がするけどな。いや、ローサで、ローサだったかも。ローサだったかもしんない。俺はシェローで、ナオさんローサです。さあ答えは、うわーマジかよ。いや言われたら、うん、さっき俺連打してた時にポッポポポポって言ってた。ポポポポポって言ってた。言ってた気がする。ペショって鳴くの、うん、じゃあもう一回聞かせて。ペショ。まあ納得はいかないと思いますけど。納得はいかないけど、じゃあ進化後も見せてくれんのこれ。なんか高ビーな感じになりましたね。ハンって言ってますよ。ハン。ああ可愛いね。なるほど。な、目つきもねちょっときつくなって。そうだね。うん。気ぐらいの高い猫ちゃん、ね。高い感じだね。うん、いやー奥が深いぜウパルは。え、まだある問題これ。もう一問行こう。はい。ラスト問題。え、もう一回。これはねもう2か4だな。俺もう今4が怪しいと思ってるんですけど、鳥系か鳥は、まあ、なんかね、鳥の鳴き声か悲鳴かの二択なんですよ今ね。もう一回お願いします。悲鳴に聞こえてきてだろ。だからこのコブも怪しいんだよ。コブがなんかタオ返せタオ返せって泣いてる声かもしれないし。なんだよそれ。コブはなんか人間にタオを奪われた雰囲気を俺するんで、すごく。なんでだよ。で、ナオさんコクですか。コクかレイだと思ってんだけど。どっちですか。でもコクかな。ちょっと後半のヒステリックな感じがトカゲじゃない気がするね。なるほど、うん。俺はじゃあ大穴狙いでコブいきますわ。うん。うん、じゃあ答えお願いします。
かよ、悩んだ方だったか。あ、難しいなこれ。なるほど、確かにこうやって一体だけ表示されるとこいつの鳴き声だなって気がしてくる。恐竜的なね感じのね、うん、ラプトル的なね。じゃあ進化後は、うん、道徳になったな、うおーっつって、なるほどね。いやー、分かるわけないだろこんなもん何のクイズだよ、うん、確かにね、うん、まあ、楽しかったけどさ、うん、ということでゲームプレイクイズやらせてもらいましたけれども、最後にウパルオデッセイからお知らせがございます。はい、ウパルオデッセイではリリースを記念して公式 X にて Amazon ギフトカードが当たる豪華キャンペーンを開催中です。気になった方はぜひチェックしてください。はい、さあそろそろ終了のお時間でございますが、中田さん、ウパルオデッセイ満喫しましたか？そうだね、なんかその掛け合わせるところ、うん、合成していくところも面白いけど、うん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 、そこで育てたやつでやっぱりバトルをしていくと愛着がもっと湧くのかなって、うん、今俺らは本当に作るところと戦うところっていうのをピンポイントで触ったからさ、うん、そこに対して時間がないじゃない、うん、時間をかけてないからさ、これ時間をかけて遊んでいくと、それにせいぜいね俺ら500種のうち 十数体しか見てない、100も見てないでしょ、見てないから推しも見つかってないわけですよ、うん、推しが見つかったらまた世界がぐっと変わる気がしますね。まあ、うん、あと何が生まれるかはもう予想不能ってことはよく分かった。これって同じ組み合わせでも何が生まれるか分かんないっていう、ちょっと違うって言ってたね。じゃないとあんな現象起きないですよね、猫から犬生まれるっていう、うん、そうっすね、うん、いや素晴らしい多様性のゲームですね、うん、そうですね、ということで今日の動画は以上でございます。本日リリースのウパルオデッセイ、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録 X のフォローお願いします。高評価メンバーシップもよろしくね。